つて魔王オロチは時空を歪めて英雄たちを集めた。だが英雄たちは魔王、幼者、そして絶対の破壊神を打ち、元の日常へと帰っていった。全てを忘れて。なかなか見応えのある物語だったな。例のものを。は。シュウ。シュウ。彼らの絆を再び結び合わせれば、新たなる世界が生まれるだろう。この腕輪があれば、それもたやすい。あれさえあれば、きっと、きっと。ペルセウス！ペルセウス！妙な感覚だ。感覚だ。そういえば、今は曖昧な感覚の話より、任務が最優先では。新入り、の言う通りだ。先を急ごう。ここまで味方に一度も会わなかった。戦った。どう考えてもおかしい、ね。まずは様子を探る。油断せず進言すべし。初めて見る顔だ。やはりあいつらの仲間だな。誰のことだ。とぼけおって。
着いてください母上。その様子が変です。見慣れぬ顔ぶれですな。大方例の連中の仲間だ。父上の手を煩わせるまでもない。あ、敵の偉い人たちが出てきたみたいです。何か教えてくれるかも。私たち道に迷ってしまいました。そういうことを鵜呑みにはできない。悪いが排除させ
ち二人に戦わざるを得ない。何もご存知ないとおっしゃいますか。いや、それに言うことなど信じられませんよね。Ich bin der Deich. やつは追ってきていないようですね。あのすさまじい力を一体、とても常人とは思えません。見たことがない建物や。それを判断するには材料が少ないすぎます。それにしても、あの男はどこかで、この先何が起こるかわからぬ。誰かいるみたいです。戦の準備を進めているようです。あの旗印、見覚えのない軍勢です。嫌な予感をしますが、どうします？黙って見ていたところで状況は変わらん。十分に注意しつつ接触を図るしかなかろう。わかりました。早速近くの方に声をかけてみますね。
大将に直接話を聞くとしましょう。先に進むことが可能。
側義の戦闘アナドレモン、私たちはすぐに出陣の準備です。
言葉、信じるとだ。私は孫中坊、孫家の長として皆を率いている。葬儀が進行してきたとの報を受け、迎撃に出たところ妙な霧に包まれてな、ようやく晴れたと思ったらお前たちがいたのだ。妙な霧、我らも同じだ。小牧に参陣する途中、霧で道を見失い、気づけば見たこともない敵に取り囲まれていた。しかし、孫中坊、孫権だと。それに、孫権、早期。あなたの話が本当だとすれば、俺たちは生きる時代も場所も違うはずだ。それは、妙だな。どういうことでしょう。異なる時代、場所の人間が同じ場所に集う、本来ありえません。しかし、今それが起こっている。私たちは妙な事態に巻き込まれたようですね。だが、原因も事情も全く見えない。まさに霧の中をさまようがごとくだ。話も聞かず、戦いを仕掛けておいてすまぬ。これよりは協力して事態の解明に当たらぬか。願ってもない申し出だ。よろしく頼む。孫権殿。陸伯へ全力で戦いましょう。孫中坊、この手、正円、愛しき夫。戦うことでしか守れない。この守義法こそが時代を照らす。
偵察に出していた兵が戻った。この先で村が襲われているらしい。なんと、なんと、一体誰がそのような真似を。トータク、トータク、かつて我々の世界で欲望のままに生き、残酷に人々を踏みにじった暴君です。暴君です。トータクは民を巻き込むのも気にせず村で略奪を働いている様子。急いで止めなくては。ならば同行させてもらいたい。暴君が相手とあらば拙者の部が何かの役に立つこともあろう。ああ、忠勝が来てくれるならば心強い。だが、妙だな。以前にもこうして共に戦ったような気が。どうも初めて会った気がせんな。奇妙なものよ。奇妙なものよ。先ほどの妙な武器使えば。そうですね。他にもいろいろな武器が手に入ったし、確認してきちんと備えておかないと。戦いはどんどん激しくなってきてますね。ああ、そうだな。今後に備えるためにも皆の様子に気を配り、それぞれの力を伸ばしていきたいものだ。忠勝ら徳川の精鋭と三国時代の雄五軍が激突。激闘の中で彼らは分かり合い、協力隊突然現れた不思議な武器。そんな中、五軍の偵察部隊が情報を得て戻ってくる。暴君トータクがとある村で暴れているという。徳川と五の連合軍は民を救うべく村へと急行した。どのような事情があるかは知らぬ。民を傷つけ、略奪を働くとは許せぬ。急ぎ董卓を倒し、民を救うのだ。みなすべ、トータクを倒し、民を救うのだ。民の中にも戦っている者がいるか。あっぱれな心意気で死なさねはならぬ。直政、生産。非道な男だ。しかし、先ほど敵兵が言っていた反乱軍とは一体。さすが、やつら俺たちから食料を奪う気だ。ここまでよく見てくれたのに。私たちが必ず守るから安心して。マイマイマイ。 Yeah!
避難してください。
救うことができたな。あとは敵の残党を追い払うだけだ。トータ君はもう見ないの？また悪さをして帰ったのか。早く探そう。みんな、トータクを探して邪魔する人を徹底的に取り尽くす。空手だ。まさか、闇を追撃するつもりか。城内に乗り込もう。敵の援軍を断つにはそれしかない。押し通る。よくぞトータクを追い払ってくれた。敵の敵なんです。そう思ってよいのか。敵味方の問題ではない。その義士に交換したのだ。これより我らはどうする。共に海の輩を討ち払おう。トータク殿、どこに行ったの？まさか、ハッケマリ殿。残すように敵と入ったのか。よっと、自分本位な男。ちゃんと強い攻撃ですね。まあ、門が閉まっているのに困ったわ。では、門番に部位を示しましょう。彼らの繊維をくじき、門を開けさせるのだ。力で世に正しきをなさよ。
知略試させてもらう。タク軍の残党だな。艦の安全のため、ここから出て行ってもらう。奴の裏にある信長という男、一体何を考えているか。我らの疑心を一つにしたことで武義の輩を打ち払えたな。それにしても忠勝殿、あなたもここに来ていたのか。孫権殿も、この世界では初めてお会いしますね。この世界、お前たち、何か知っているのか。我らは霧に迷い、気づけばこの妙な場所にいた。事情がわかるのであれば教えてもらいたい。この世界に来たばかり、ということか。ならば、劉備殿と謙信殿のもとへ案内しよう。二人は盟を結び、この世界で信長と戦っている。俺たちはその下で力を尽くしているのだ。信長か。董卓もその名を口にしていたな。分かった、すまぬが案内を頼みたい。この馬毛騎、何者にも屈しはせんぞ。軍神の娘、韓銀帝。天下に示せん。
よくぞ来てくれた。孫悟の皆には改めて名乗る必要もなかろうが、私は龍玄徳。謙信殿と盟を結び、信長に対抗する軍を率いている。劉備が人心は信ずるに値する。かの魔王との闘争には必要な存在よ。とはいえ、俺たちはあちらに比べれば大した戦力も持っていない。世では反乱軍などと呼ばれていますがね。待ってください、あなた方はなぜ信長公と戦っているのですか？それに、この世界は一体。私たちも、正直多くは分かっておらぬ。だが、知っていることは全て話そう。この奇妙な世界には、時や場所を越え、さまざまな人間が迷い込んでくる。何故このようなことになったのか、どうすれば元の世界へ戻れるのか、力を尽くしてはいるものの、未だ解き明かせておらぬ。そんなある日、突然、織田信長が兵を率い、周囲の領地へ侵攻を開始した。この世界に覇を唱える。それができるだけの力を手にしたんだと。信長は瞬く間に周囲の将を従えていった。奇妙な力で、あらゆる敵をねじ伏せながら。だが、このような強引なやり方を見過ごせるはずもない。私と謙信と、そして、信玄殿は、信長に対抗すべく命を結んだ。信長の真意を確かめるため、そしてかの者が得た力の正体を暴くため。とはいえ、織田軍はあまりにも盛況。正直なところ、もっと戦力が必要だ。よければ、我らに力を貸してくれぬか。先の織田軍のやり方を見て疑問を抱いたのが我らの大嵐。それに、この世界の謎と元の世界に戻る方法を探らねばならぬ。ここは、手を結ぶのが得策かもしれぬな。新たなる盟友を得られし幸運。天に感謝せん。劉備様、謙信様、大変です。武田領が織田軍の侵攻を受けました。敵陣には信長と盟を結ぶ北条氏康、今川義元の姿もある模様。信玄公のもとには雪村たちもいる。とはいえ、それだけの大軍相手では長くは持つまい。その通りです。どうか急ぎ救援を。分かった、すぐに向かおう。いざ、龍玄徳。大使、覇者検証。王公直、全てに報いよう。気づけば手元の武器が増えてきた。より良い武器を捨てられれば、さらに戦果を上げられるだろう。
然の結果だな。何者かによって作り上げられた異セクト、戦国の魔王織田信長。彼は北条や今川などの軍、武田は真田兄弟を。武田軍はかなり押されているな。前線で雪村が何とか食い止めているようだと。このままでは危険だ。我らはまだ状況もつかみきれておらぬ。信玄殿に軍略を仰ぎながら対処しよう。雪村、雪村、お前をこんなところで散らせはせん。待っていてくれ、待っていてくれ。早速で悪いけど、鉄道隊として北上してくれ。さすれば敵の横っ腹をつけよう。雪村が前線で頑張っているうちに頼んだよ。まあ敵も無策じゃなさろう。伏兵の匂いもプンプンしてね。じゃが大軍の野郎の賭けが強い。信行たち追いつけて行くんじゃよ。積み上げてせない。雪村を失うわけにはいかない。共存の何考えるか。敵を撃ち取った。次は力に対し忠実な自己実現。あの調子じゃ信奉者に結ぶ。対抗勢力が現れているよ。ここにいるのは危険だ。危険なおかの強い。急に参った。雪村、雪村、どうしてお前を国の輩に撃たせますか。おお、金作りだろう。まさかこのような形で再会を果たすとは。暑苦しい人が来た。でもなんかほっとしたい。宿敵、宿敵、共に闘争の美酒に弱み。直政、トラトリューが一緒に戦うことになろうとはね。これ、初めてじゃったって。悪の目論み通りだ。
帝は策を承知で飛び込んできたが、なかなか思い切ったことをする。反乱軍とやらのサイト結束は侮りがたし、これ将来的に勝ち目がありそうなのですか。マイク兵もやっつけた。じゃあ総攻撃と参ろうか。押し通る。腹は決まった。俺たちは今から武田につけ。角度もこれはどういうことですか。悪いね光秀殿。俺は勝ち目のない戦いはしない主義なのか。裏切りなど持ってのほか。角度互角互角。信長の勢力拡大には何か意図があるかもしれない。だがそのやり方は苛烈すぎる。たとえ異界であろうと、私は信じる道を行きたい。皆が互いを尊重し信じ合う、そんな世にしたい。それがまさに大変の世です。別の世界にも見合ったらいいかなと思いましたくれた。この世界で
があるとあなた方の力と真実試させてもらいます。無双のモノノフのあり方しかと拝見しました。信長様のためここは通せません。姿を貸し止めてみせます。Yeah!
は人が持つべきものではない。ならば力ずくで奪うが良い。あなた私はペルセウス。奴の持つ腕輪を取り戻しに来た。おお、いい戦ぶりだ。信長、お前はなぜ戦っている。英雄なき力に従えるはずもない。よい竜、その信長にその怒り力をぶつける。おかげで助かる。それにしてヘビノーム、ひとまずあの腕輪を貫き通すは我が信念。お仕事。さて行くかね。この手で守ってみせる。なんせは打算で渡る者。姉上より褒は織田軍の急襲を受けたらしい。なんと御前、そして影勝様がいらっしゃるのは上杉領の前線基地。我らが武田領を救援する間に攻撃を受けると。ならば急ぎ向かいましょう。この雪村、今こそ救われた恩をお返しいたします。私も行こう。謙信殿には世話になっています。家族の危機とあらば力になりたい。おお、なんと心強い。頼みにしているぞ、二人とも。仲間が増え、ここも随分賑わってきた。もっといろいろ整備して、皆が過ごしやすいようにしたいものだな。ああ、いい考えだ。きっとな。核のごとき怪しい。だが、謙信殿は原始徳子ならず、今は味方も増え、勢力も増していく。我ら二人、引いてはそれが、この謎に満ちた乱の解決にもつながる。
先陣は井伊の赤鬼が務める。反乱軍の猛攻を受け、織田軍は撤退。織田信長が得た凄まじい反乱軍の面。敵の数。織田軍には我らを攻めながらもこれだけの兵を割く余力があるのですね。だが。ひるむわけにはいかぬ。我らの義と愛をもって御前と影勝様を救い出すのだ。敵の数が尋常ではない。急がない。影勝様たちが危うい。御前、影勝様、しばしお待ちを。この金継ぎが直ちにお救いいたします。本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。敵の動きを見極めつつ進んでくれ。
恩ある影勝様を失うことはできる。加熱雪村、救援。来てくれたようです。金勝、あと少し耐え抜きましょう。本陣は何としても守りきるぞ。敵の増援にも注意せよ。さあかかってこい。調子で奮戦せよ。この勢いでも変わらぬようですね。御前、お願いします。
自ら当たるのみ。遅くなってすまない。ジョコウ殿、あとは俺たちに任せてくれ。大使児殿、すまない。頼んだぞ。ジョコウ殿に追い詰めたとは、敵軍の勢い、侮れんな。敵の大将が出てきたのですね。愛で託してあげましょう。指示はこの世界。よし、私が話をしてみよう。金継ぎ、天水なる本陣の防衛に回ってくれ。そしたら次の役場一気二人とも近づけ。調子で奮戦せよ。よく来てくれた、雪村。影和様、間に合ってよかった。この異界でまたお会いできると。雪村、そのまま前線で城の防衛を頼む。雪村、感服いたします。敵はまた城を狙ってくるでしょう。みんな愛を持って当たりなさい。所詮敵は小勢だ。城を落としてしまえ。待って、うるさいものが現れました。押しつけてあげます。孫悟の兵よ、道を開けろ。この孫権の顔を忘れるぞ。孫権様はこの世界に、あの方に剣を振り下ろす。再び戦闘。いや、私の力になってくれぬか。ここで勝ては俺の真実。二体であってもお前は変わらぬな。人事の記憶に分かった。全力で来るがいい。お見事でした、総剣殿。孫作殿と戦った時のことを思い出しましたぞ。いや、私は兄上ほど強くはない。お前に勝てたのは幸運だった。おかげで助かりました。皆の義と愛に感謝します。礼を言う。いえ、お二人がご無事で何より。献身公もさぞお喜びになりましょう。孫権殿、孫権殿、先ほどは申し訳ありませんでした。俺とジョコウ殿はこの妙な世界をさまようところも信長殿に救われたのです。どうしてもその恩義に報いねばならず。良いのだ、良いのだ。大使、大使、それにジョコウ、お前たちさえ良ければ、我が軍に来ないか。拙者らは敗軍の将。勝者に従うべきとは存ぜるが、良いのでござるか。
ちろんです。お二人は素晴らしきもののふ。味方となれば、これほど嬉しいことはありません。ありがたきお言葉、感謝する。感謝する。これからは尊厳殿たちと共に武を振るおう。良い愛。真には違えぬ。いざ助行命。それにしても、信長の力の秘密なんて、どう探ればいいんだ。もう、直接聞いたところで答えてはくれないでしょう。何？今の俺たちではあの力に対抗できません。なら、同盟相手と接し、俺が見た限り、妙な力を持つのは彼らを下して情報が得られればよろしい。ダメでも信長の戦力を大きく削れる。でもそううまくいくでしょうか。北条氏康、今川義元、東卓、そして炎章、信長に組みする者は強敵揃いであろうぞ。俺に一ついい手がある。この前まで織田軍にいたんでね、少しぐらいなら内情にも通じてるんだ。もし任せてくれるなら、吉本殿を必ずここへ連れて戻ってくると約束しよう。分かった、タク、お前に任せよう。主膳、直政、それに直虎殿、すまぬが、助力を頼む。反乱軍の迅速な救援により、綾御前と上杉景勝は救われた。だが、彼らに安堵の表情はない。自軍と織田軍との圧倒的な戦力差を見せつけられたからである。織田軍を止めるには、信長の力の介入が必要。そう判断した反乱軍は、織田の同盟相手の切り崩しを図る。第一目標は、核の助言により今川義元に決まった。反乱軍は早速今川攻略に乗り出す。今川領には義元と同じく信長と手を結んでいる炎章と東卓がいた。個性の強い君主が一堂に会した戦場に波乱の予感が漂う。敵には炎章、それに東卓もいるみたいだ。こちらの動きを知って守りを固めたのか。まった、言っとくが、俺が情報を流したわけじゃない。信長を攻めあぐねて義元殿を狙う。その程度、読まれていてもおかしくはないね。むしろ、思い通りにことがほとんどよかった。いや、何でも。さて、3人にはそれぞれ頼みがある。まず、
直政殿は吉本殿と蹴鞠を楽しんでくれ。蹴鞠修繕殿は炎章殿になるべく近づいてもらいたい。ただし手出しは無用に願う。直虎殿は、ひとまず俺の力を見てもらおうか。待ってくれ。指示はそれだけなのか。あとは状況を見て。おいおいさよ。今は信じて任せてもらえるとありがたいんだがね。わかりました。わかりました。直政殿。角殿の考えは読めませんよ。俺たちに他の手があるわけでもありません。何？名士の劉備殿が角殿を信じている。ここは策に従い戦うのが最善か。話が早くて助かるよ。それではおのる方よろしく頼む。吉本殿、炎章殿、董卓殿、三人の城はがっちり登場したのだ。やはり成功法が崩せそうに残念。皆、手はずどおりに頼む。吉本公と蹴鞠を制御。各殿の神と神、つかみかみかみか。しかし、古の名将の策、信じるしかありません。最善を尽くす。
には印象殿の方を頼む。どうやら作戦は順調なようだ。ここで待っていればいいんだ。なぜ奴らは砦に攻め入ってこない。まさか当宅に加担する私を無言で攻めているのか。なぜ炎章も吉本も動かん。もしや奴らは内通しているのか。そうならば、わしは
決します。どうか降伏。Thank you.
修繕殿、直政殿、いい働きだったね。よくぞ務めを果たしてくれた。角度も疑ってすみませんでした。あなたの策は的確だった。ええ、最善の手でした。おや、母上、それは。さっき草むらに落ちていたのを拾ったんです。信長様が持っていた腕輪に似ているような。誘っておいて騙したのかの。嬉しかったのに、ひどいの。吉本殿、俺たちと一緒に来てくれれば、直政殿がいくらでも蹴鞠の相手をしよう。悪いようにはしない。どうかね。嬉しいの。誰も一緒に蹴鞠をしてくれなくて寂しかったの。マロはみんなと一緒に行くの。それと炎章の名族の意向を保ちたいなら、俺はこっちに着くことをするね。信長は強引で多くの者の反発を買ってる。対して劉備殿のもとに集う将はみんな一枚岩だ。このまま行けばいずれ互角に戦えるだろう。それなら名を汚さぬ方につくのが得策だと。確かに信長のやり方にはよかろう。ホムならばわらわも名族についていく。なら俺もジョーちゃんについてくぜ。すごい腕輪の妙な力がある限り難しいだろう。信長が持ってるやつの他にもあるらしいが、それを探し出せば。あるいはそれってこれでしょうか。さっき拾ったんですけど。それはまさしく信長が持っていたあの腕輪ではないか。どれ見せてみるがよい。何も起こらぬ。力の片鱗も感じられないね。偶然似てるだけの偽物が。それとも他に条件でもあるのか。雅に参るの。我が名は炎本性、名族である。世界は不思議で美しいのじゃ。サイコマゴイチ、華麗に決めるぜ。面白そう。ね、あなたご推薦の相棒って誰の？両さんじゃない。で、覚えてないか。お久しぶりに初めまして。また一緒に遊びましょう。信長はまこと無礼なやつよ。腕輪がいくつあるのか、あの妙な力は何なのか。私の問いかけに対しても笑うばかりで一切答えぬ。ただ奴は宇治安の忍びに腕輪を探させていると聞いたような。風魔の旦那が確かに探し物をしてうろついてるのを見ましたぜ。熊姫とかと一緒でしたけど。おお、居場所を知っとんのかね。I thought Lupu is a good person, but he like were in this game. But he's under Liu Bei or who? I thought he was stolen from Cao Cao.
待て、これだけの数で戦いに挑むなど無謀な。うん、そういうことならちょっとだけお待ちよ。 This is confusing。反乱軍は織田軍との戦いに勝利、今川義織田信長はこの異界に散らばる腕輪を求めていた。彼はそのために同盟を組む北条の忍び風魔小太郎を各地に派遣、腕輪の行方を探らせているという。そんな中、風魔小太郎の目撃情報がもたらされる。信長の謎の力を解く手がかりをつかめるかもしれない。反乱軍は小太郎が目撃された地に急行した。というわけで到着。風魔の穴痛い。いえ、いいんです。こういう時のためにジョコー殿に鍛錬した。いな鍛えられたのは拙者の方でござる。銀平殿、鍛錬をちらっと覗いた限りでは二人の強さは本物ですぜ。ここは頼みにしちゃっていいかと。うん、心強い味方が来てくれて助かるよ。風魔の忍びは一筋縄ではいかぬ相手。北条軍も氏康不在だからって気は抜けんしねえ。信長の秘密に迫るためにも、おのおの力を尽くしてもらいたい。はい、力いっぱい頑張ります。The 关关羽平 ，The 关羽 daughter。まったく、なぜ名族たるこの私が危険に身を投じるような真似をせねばならぬ。まあまあ、そうぼやかないで頑張って。それにしても風魔の旦那。Yeah, it's the under the Dynasty Warrior. Like the Orochi 1, 2, 3, 4, then this one is the 4th one. But playstyle like Dynasty Warrior. Do you want to be player too?敵の敵だよ。
This one is the new mode, the magic mode, that you have to can only damage them using them. Fight!
とは恐ろしき技や。幻惑されずに実態を見つめる。すごい。
ぜか戯れ。逃げられるとまずいよ。早く追いついて倒さんとね。待て、名族エルフォン社がいる限り、ここは誰も倒さんぞ。まさかさ、これは助かっちゃったね。風は捉えられない。なんと逃げられちゃったか。ま、戦果はあったし、よしとしようか。さて、おことたちには知っていることを話してもらおうかね。って言っても大したことはわからないわ。小太郎は腕輪を探してること、親方様は信長の覚悟を認めてること、それぐらいよ。私たちはお父様を信じついてきました。でも、もし腕輪を使うと恐ろしいことが起こるのなら、これ以上織田軍の元で戦うことができません。どうか私を連れて行ってください。お父様に真実を確かめるために。簡単にはうなずけないね。わしらと一緒にいれば氏康とも戦うことになるだろうし。承知の上です。それぐらいの覚悟を持って問わなければ、きっとお父様は何も答えてはくださらない。なら私も一緒に。正直、あの女の言葉、気になって仕方ないんです。納得できない限り、信長に協力なんかできない。俺もただ、姫様への恩返しでいただきだしな。知ってる顔もいるし、そっちに受け入れてもらえると嬉しいんだが。皆の考えは分かった。ならば喜んで受け入れよう。こちらとしても戦力が増えるのは大歓迎らしい。わあ、これからは皆さんと一緒に戦えるんですね。よろしくお願いします。そういえば、あの謎の軍勢は何だったのでござろう。信長とは別の勢力のようだったが。信長のことも解き明かせていないのに、また謎が増えちゃったね。いろいろ偵察はしてましたが、あんなのを見たのは今日が初めてですぜ。ん？初めてのはずだよね。見てて、乙女の心意気。みんなの力になりたい。輝く鎧武者、加工中堅。最善の結果だな。
後世殿、こんなところでいかがされた？あなたは劉備殿の城にいたはずでは。その城が信長の襲撃を受けたので救援を求めに来たんです。なんと、なんと。俺はなんとか脱出しましたが、かなり危険な状況でしてね。すみませんが、急いで来てもらえませんか？ええ、もちろんです。もちろんです。ハム、ハム、聞こえたぞ。聞こえたぞ。劉備が困っているのじゃな。わらわも共に行くのじゃ。あなたも、ま、戦力は多い方がいい。では行きましょうか。織田軍、織田軍、倍返しをしに、ね。反乱軍は北条との戦いに勝利、海姫らを味方につけ、だが風魔小太郎を取り逃がし、信長の力の謎に迫ることはできなかった。そして妖魔を操る女ダッキ、彼女もまた腕輪を求めているというが、信長と同様目的は不明なままである。次々と判明する新事実を前に、反乱軍陣営は困惑していた。そんな彼らを嘲笑うかのように織田軍が劉備の本拠に攻め込む。反乱軍は急ぎ援軍を派遣した。信長は容赦を知らぬ。こうも立て続けに我らを攻めるとは。まあ今回の侵攻には事情がありまして、ね、信長のお出羽を狙っているという見たことのない青年が協力を求めに来たんです。自分一人では信長に対抗できぬと。しかし詳しいことを聞く間もなく、彼を追って信長が現れ、このありさまです。もしや協力を求めてきたというその方はペルセウス殿ではありませんか？おや、よくご存知で。武田領が襲われた際、偶然ですが危機を救っていただいたのです。かつての恩、今こそお返ししなければ。劉備殿はあの砦に追い込まれている様子。ここからなら敵の目につかない。早く合流しましょう。仲間の危機なのじゃ。わらわも頑張って劉備を助けるのじゃ。打ち取った。
力でも信長に逆らうことも世を変えることもできる。全軍劉備を潰せ。信長さん、信長さん、劉備軍は撤退を開始したようです。いかがなさいますか。人間一人の頃に打ち果たせ。まずい、早く劉備殿に逃げてもらわないと。まさかあの劉備と戦うとは。息子の方はよく知ってるじゃない。ひょうひょうとしているかなりの手だ。油断はできない。一人だ。信長から腕輪を取り戻せない。そう思い、劉備との協力を求めたのだ。信長の方はこの座の方私のせいで皆を窮地に引き込み、嫌なことはありません。今度は私がお助けいたします。信長様の命令です。ここで散っていただきます。
手兵として退避し、追撃部隊を奇襲します。拙者も手伝います。軍神のこの力、今こそ見せる時。軍神じゃ人間とは面白い異名を作るものだ。師匠殿はもう撤退したようにした。その分私が頑張らないと。からくか、邪魔するならお返しをしてやらない。
止めは成功。一死に引いたな。劉備殿、また後ほど。劉備殿が危ない。すぐに退路を切り開かねば。ここまで来れば。やっぱりここに来たので。撃て。兵を伏せていたとは。これまでか。世界の混乱を収めるためにやりましたね。無事撤退することができました。なんとかなったか。これも皆の協力あってのことだ。劉備殿に迷惑をかけてしまったな。こんなつもりではなかったようだ。なんとかなったな。本当に危ないところだった。救援がなければどうなっていたことか。来てくれて助かった。礼を言うぜ。ホム、気にせずとも良いのじゃ。こんなひどいことをするとは、父上や信長は何を考えておるのかの。ふむ。その手がかりを握っているのはこの中でただ一人。そうだな。まだ詳しい話を聞けていなかったが、ペルセウス、お前は腕輪を取り戻したいと言っていた。信長の目的について何か知っているのか。いや、残念ながら。だがあの腕輪を作り、皆をここへ集めた者の正体は知っている。オリュンポスを支配する主神、ゼウスだ。ゼウス？聞いたこともありませんが、君たちとは別の世界の感覚、無理もない。ゼウスは巨大な力の力、並外れた好奇心を、そして今度ゼウス。絶対的な力で、オリュンポスの神々を、人間を支配する存在。ゼウスはある時、奇妙なものを作り出した。蛇の化け物、メドゥーサの神を、魔王の大釜で鍛えたというウロボロスの腕技。それぞれに神の力を宿した八つの腕技。私は嫌な予感を覚えて神殿に忍び込んだ。そこではゼウスが儀式をしていた。腕輪を使い新たなる世界を作るのだ。このままではまた神の気まぐれに人間が巻き込まれ、そう思い腕輪を奪ったのだ。それに気づいたゼウスの娘
女神アテナはどこまでも私を追ってきた、そして命からがらこの世界に逃げ込んだものを衝撃で腕輪を失ってしまったんだ。腕輪を探すうち信長の存在にはすぐに行き着いた。だが彼は説得に応じず、それどころか容赦ない攻撃を加えてきた。あの力に一人で対するのはあまりにも厳しい。だから私は反乱軍の噂を聞きつけ、劉備殿を頼ったんだ。腕輪を集め、世界をゼウスの手から救うために。にわかには信じ、しかし、信長が腕輪を使い、驚異的な力を振るっているのは事実。奇妙な世界に巻き込まれていることもだ。ただ、なぜ我らなのでしょう。新しい世界を作り、ゼウスはどうしたいのですか。そこまでは私にもわからない。だが、ただ一つ言えることは、奴にとっては人間など玩具でしかないということだ。ゼウスの気まぐれに巻き込まれ、運命をねじ曲げられたものを私はたくさん見てきた。今度は別の世界の人間をもてあそぶなど許せぬ。けどよ、おめえはなんでそんな必死になってるんだ。遠いとこにいる俺たちのことなんて放っておいたっていいだろうに。責任を感じているからだ。ウロボロスの腕輪の元となった化け物、メドゥーサを撃ったのは私だ。こんな使い方をされるとは思わなかったが、それに私はゼウスと人間の間に生まれた子、ほとんど会ったことがないとは言えない。父の過ちは息子の私が止めねば。ペルセウスと、お前の覚悟は立派なものだ。まだ見えぬことも多いのだ。これからは力を合わせて共に戦おう。劉備殿、感謝する、感謝する。どうか、よろしく頼む、おお、延期と長飛様のお出ましだぜ。拙者は官兵、軍神の子なり。現直だ。とりあえず行こう。ペルセウスさん、実は私も詳しいことはよくわからないんだ。力の発動には何か条件があるのかもしれない。ただ私たち以外の手に腕輪が渡るのは危険だろう。今は信長の目的もゼウスがどこにいるかもわからない。まずは
腕輪を確保することが急務ですかね。ええ、信長がこれ以上力をつけたら危険だわ。うん、何としても我らが先に見つければな。しかし、しかし、どうしたものか。信長が腕輪を、俺は先に。無論、無意の戦いを避けたから。わかりました。わかった、わかった。なら俺も、姫様には世話に。加古葉さん、ありがとう、ありがとう。とても、とても。本当は、父となど戦わせたくない。だが、争いを終え。君たちは人この世界はおそらく腕輪の力にのちがその歪みに巻き込まれて よくわかりませんが、ああ仁義には戦はなる全ての者の不要、総身の力で我に挑むがよい。異界の不可思議な現象はゼウスによってもたらされている。織田軍との死闘の後、ペルセウスはそう告白した。ゼウス、それはオリンポスの神々の頂点に君臨する王。彼は腕輪の力を使ってこの世界を作り出したのだという。全く想定していなかった言葉に反乱軍の面々は言葉を失う。だが反乱軍は進むしかなかった。現状、腕輪と自分たちを結ぶ有力な手がかりは織田信長である。彼の情報をさらに集めるべく反乱軍は北条氏康と対峙。ご到着。後世さん、お父様、話し合いに応じる気はないと。まあ、こんなこともあろうかと水源に。そんな、見損なったぞ、法政殿。なぜそのような卑怯を。戦に卑怯も正義もありませんよ。大そういうさ。いやいやいや、行くってどこへ。敵陣に決まっている。彼らが、彼らが。馬長殿。いいえ、技法を撒いただけです。
かし、あの馬長の馬長ええ、ご安心を。さあ、さあ。馬長殿の鬼気迫る勢い、敵はきっと毒を流されたと信じるはずです。俺たち噂を広めるために城の水源に行こう。敵は噂を信じるでしょう。実際に毒を流さず噂で敵を追い詰める。すごいです、法政さん。でも頃合いを見て馬長殿とお話を。二人が仲たがいしたままでは皆困ってしまうんです。毒が流されたら籠城なんて無理です。私が何とかしなければ。噂を信じて敵が突っ込んできますね。蹴散らしてやりましょう。ガクシマ、すごい勢いだ。今日突破されるわけにはいかない。お強いのですね。私に勇気づけられます。ガクブンキ、お手合わせ願います。バレる前に始末しましょう。
崩せたぜ。いい調子だ。うそすぎる。敵陣の奥深くに
したのです。救援はその恩に報いたまでに。法政殿、この戦、共に勝利をつかもう。よかったですね。これで仲直りです。これも馬長殿の正義、法政殿の策、そしてナオトラ殿の思いやりのおかげに。いえ、私なんて不参戦。レイスさんこそすごかったです。やりました。俺らも安心しているのでは。天下無双の軍を完璧しました。結構やな。
獅子が牙を振り落ちバーチョウ殿もなかなかのお人よしですね。結局は俺の策に利用されたんですよ。まあ戦に勝てて誤解も解けて一件落着です。そろそろ聞かせてください。お父様はなぜ信長に味方していたのですか？お前らも知っての通り、あの力でねじ伏せられて仕方なくだ。それ以外に仕方なくやってたが、ここで負けたのは幸いだ。これからは剣心と劉備の方につくぜ。その方が奴にとっても都合がいいだろう。お父様、これ以上話してくださる気はなさそうですね。本当にこうなると頑固な。まあ味方も増えたしいいじゃないですか。宗神殿と学神殿、それに小太郎殿もこっちに来てくれるんですよね。うん、氏康殿がそう判断するなら我らにも否やわない。これよりは私たちも共に戦わせてください。挨拶代わりに教えてやる。織田軍が持っている腕輪は一つ、残りはまだ見つけていないのだ。このお化けさ、ちっとも本気を出しやがらない。信長も頼む相手を間違えた。本気をねえ。ならこっちでは真面目に探してもらえると助かりますよ。腕輪の数は今のところ一緒ですね。でもどうして私の相模の獅子吠えるぞ。間がつかせかせ吹きすさずさ。そう思考、鉄壁の盾、学文献一番やり。俺は執着。世界に散らばった腕輪を探すのは容易いことではありません。些細な情報にも注意を払い。宝を探しているのは信長だけではない。直虎殿、すみません、私なんかでご心配をおかけしてしまって。そんな風に言わないでください。仲間の心配をするのは当然のことです。よければ、私どうして腕輪を使いこなせないのかなって考えていたんです。信長様みたいにできればお役に立てるのに。直虎殿のせいではありません。実際この軍の誰が手にしても腕輪は反応しなかったではありませんか。それはそうですけど。あまり思い詰めないでください。今は捜索範囲を広げ、他の腕輪を見つけることだけを考えましょう。仲間がたくさん増えてきましたね。賑やかになって嬉しいです。そうですね。でももしかしたら他にも私たちみたいに急にこの世界に来て不安な人がいるかも。確かにそうかもしれません。彼らを救うためにも戦力を強化するためにも、何か情報を得たらすぐに動きましょう。主膳殿、
トウタクの軍勢が攻めてきたとのことです。今すぐ迎撃に向かいましょう。わかった、リクソン。俺たちの戦歴に熱い勝利を加えよう。できれば家計を使えるような戦場だといいが、私もそれは望むところです。しかし今回はトウタクを退けることが最優先。臨機応変に対応しましょう。